オズバルト・ヘールは、スイスの地質学者、博物学者である。ザンクトガ練習のニーダーシルに生まれた。晴れで進学を学び、教職者の資格を得るとともに、自然科学と医学の資格も得ていた。昆虫学について、興味を持ち、植物学を学び、特に中心よの植物などの研究から古植物学の先駆者となった。1851年に、 チューリッヒ大学の植物学の教授となり、スイスの第三期の植物や昆虫の研究に専念した。チューリッヒの植物園の所長を務め、1863年にイギリス、デボン州のボビ、トレーシーのカッタン鉱脈の植物化石を研究し、中心世の時代のものと分類した。ヤペトスステンストロップが北西グリーンランドからもたらした極地の中心世の 化石植物や中ヒコ、デュルンテンの更新良かったりなどの研究を行った。1874年にロンドン地質学会からウォラストンメダルを受賞した。部屋は植物の学名で命名者を示す場合にオズバルトヘールを示すのに使われる。ありがとうございます。